ければ、全部で5人入る、はい。で、竹切りの淵田さんが、今日担当してくれるんで、淵田さんに竹、実際みんな帰ってきて最初に講義やった後、一番最初にやるのが竹切りだから、ここの動きスムーズしたいんで、みんな竹、まあ特にやってない組は確認しといてください、動きを。いいか。じゃあ、荒木と、まあ、他4年生は淵田さんについてってください。で、それ以外の人は、こっちの中で、リハーサルも兼ねて、スライドの確認をしたいんで、お願いします。あー、ごめん、荒木こっちだ、そうすると。はい、4年生、4人、じゃあ、お願いします。はい、ちょっと待って。はい、じゃあ、今日一日、怪我ないように、はい、皆さん、いいですか、楽しく、ね、子供たちをね、面倒見てやってください。はい、じゃあ一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、じゃあ、各自今言った動きに行ってください。で、もし何か分かんないことがあれば自分の携帯に電話してください。はい、じゃあお願いします。ボタンないっけ？コントロールでやったの。コントロール、あ、これ、このは FN。FN と、うん。FN と、うん。いけいけ。それって、あ、ちょっと見えない。いや、出ても大丈夫だよ。いいですか？うん。別にそれ、まあ、ある日は縦ひだりする必要ないけど、自己紹介だけでしっかり全員立って、全員立ちますよね、こっち側向いて、はい、自己紹介をする。で、終わった後に、まあこう縦膝になって、じゃあ授業始めていきますっていう感じで、やっていくから。で、博士。これで12分なんて？これで12分で。じゃあ大丈夫だね。一回俺外の方も見てこないといけないから。いや、ちらが練習する。うん、練習してていい。みんなのことを楽しみに待ってました。昨日、てるてる坊主を軒下にぶら下げてくれた人、はい、あれ先生一生懸命ね、てるてる坊主をねぶら下げてたんだよ。天気予報だと雨だって言ってたけどさ、今日は晴れたよ、天気良くなったね。みんな、まあ、毎日さ、楽しみにしてくれたと思います。今日はね、一日ね、夕方までね、たくさんのことしようね、みんなでね、ね、いい、楽しみ。どんな虫がいるかな、どんな生き物がいるかな、どんなお花が咲いてるかなっていうのをみんなで、ね、探してね、楽しもうと思ってます。ね、いろんなことをみんなにお願いすることがあると思うんでね、お兄ちゃんお姉ちゃんみんな同じ格好してると思うけどさ、お兄ちゃんお姉ちゃんが今日は先生だからよく聞いて守ってくださいね。いいですか？はーい、はい、はーい、もう一回、もう一回、わかった、いいですか？はーい、お元気。あとお父さんお母さんありがとうございます。もう本当見よう見まねでお父さんお母さんにも今回は体験してほしいと思ってますので、楽しむということで、今日一日過ごしていただければというふうに思います。よろしくお願いします。以上です。はい、じゃあ順番に今日のね隊長なんですね、はい、5年生です。ミレノ君というんですけども、はい、彼にこの後はバトンタッチしていきますんで、まずはスタッフをね一人ずつ名前だけ紹介をね一人ずつしますんで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。オッケー。じゃあ、今回その隊長をやらせていただきます。まあおなじみかわからないですけどパッチョと言います。今日も皆さんにお集まりいただいてとても嬉しいと思っています。よろしくお願いいたします。前にいっぱい並んでるけど誰どこあんた、まあ、見るのどれ一番変な、どこにいる？変なクラック
ね、今日ね、差してあげて、眼鏡かけてない方なんだけど、わかる。それ、隊長だ。その全然似てないかもしれない。それ隊長、ミレノ君ね、はい、パッチョね。その隣の誰だ、似てない。差して、その隣。だって誰あれ、そして誰これ見る。はい、じゃあ次行こう。はい、順番に行きましょう。あ、はい、バンです。ちょっと今、ここから抜けさせてもらいます。すいません。まあ、多分また後で来てくれると思うので。はい、バンです。はい、順番に。恥ずかしいな。そう、恥ずかしがり屋なの、今のお兄ちゃん。どめっちゃすぐ戻ってくるからね。はい、じゃあ、あいつ、じゃあ次はお願いします。はい、なっちゃんです。マネージャーから来ました。はい、あれあれあれ。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。誰だろうね、あれね。あ、じじい。さあ、はるです。今日一日よろしくお願いします。はい、じゃああちらを見てください。はい、後ろからです。りょうちゃんです。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい。じゃあ次、もう一度、すごいでっかい人。はい。はい、ケイスケです。はい、ケイスケですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ。これ。ケルカ、なんか、どんどんメガネかけて。ありがとうございます。メガネいっぱいなんで。はい、じゃあ。はい、タツヒロです。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。失礼します。たくみです。よろしくお願いします。お願いします。今日は受付でやってます。はい。はい。はい。じゃありょうたです。今日一日よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。あともう一人。実は今日もう一人スペシャルゲストを呼んでますので、はい、はい、はい、このお姉ちゃん、じゃあこちら、はい、来てください。あ、よく来てください。はい。この雲の上に乗っている人ですね。違う里山のことを一緒に説明してくれる里山博士です。じじいじゃない俺とも雲じじいじじいじじいじ博士、博士、はい、ちょっと一人、もう一人紹介したいです。いいですか、はい、今日は保護者なのかな、お母さんなのかな、それとも子供かな。はい、はい、ね、今日はね、どっち役、お母さん役、ね、お姉さん役、子供役、両方やるようですんで、はい、うちの1年生の橘ありさと言います。お願いします。はい、博士ありがとうね。ちょっと今ね、バンクでお腹痛いんで、後で行く。バンクで顔が似てるわ。じゃあ、この絵を見てください。はい、こっちが、里山で、こっちが、みんなが言ってくれる山の絵です。なんだっけ、あれ、なんか見たこと。じゃあ、この2つ見て、何が里山と山で違うのか、見つけられた人。うちがあるね。一つはお家があること。前の門を切り開いて道が作れる。そう。まあ、前なんだっけ、前はあった、あれ、大きな。あ、はい、どうぞ。あれ、木が少ない。そうだね、木、そうだね、いろんな木もありますね。木がバリバリ。あ、そうだ、柿の木あるね。畑とかもある。そう、畑もある。畑もある。柿の子が。そう、竹の子、よく気づいた。あと、竹もあるよね。山がね、2個ない。ああ、山2個なかったんで、よく見つけた。鬼だと気づかない。カラスみたいな、カラスもいるね。雲もあるって。他にない？あと夕焼け。あと水が出てる。そうだね、そう、川だね、そこ流れてるね。あともう一個あるよ。山のところにね、火山がある。ある？じゃあ、正解を発表したいと思います。じゃあ、はい、一つ目、みんな見つけてくれたこの畑ですね。畑が、山と違ってあるっていうのが一つの特徴です。じゃあ、もう一つ、そう、田んぼ。よく気づいた。そう、田んぼがあることです。で、もう一つ。川がある。そう、川がある。
いいね。じゃあもう一つ、さっき言ってくれた。そう、お家がある。あともう一つあります。で、今、パパパっていっぱいまで出てきてる。そう、いろんな木があるんだよね、里山って。こっちの山見ると、同じ大きい木がいっぱいあるんだけども、小さい木も、大きい木も、竹も、いろんな木が生えてます。これが、里山と山の違いです。じゃあ、博士に、この後、もう一度、お話をしていただきたいと思います。これは違うよ。はい。でな、里山っちゅうもんは、いろんな木が生えてたり、川とか池があったり、田んぼとか畑、そして人の生活。これをみんな合わせて里山っていうの。これが山と里山の違いなの。ただ、ただね、はい。人がこれらをちゃんと掃除しとかんと里山と言わんの。ここが大事なところ。覚えててくれ。はい。でな、里山にはいろんな生き物が住んでる。それをまあ、なちゃん、説明してくれ。はい。じゃあ、どんな生き物が住んでいるのか。うわ、ホタルとタガメとチョウとカミキリムシとオサムシ。じゃあ、そう。ちょっと、どんどん。じゃあ、例えば、大きい木に住みたい生き物は、オサムシ。など。草むら。あと、普通の木は、カミキリムシ。で、小さい木に、集まるのは、蝶。そう、蝶とかも。あ、田んぼにあった田んぼにもいるよ田んぼにもいるよ田んぼに。いろんな虫がいるし。タガメか、うん、そうそうそう。川はホタル。他にはいろんな生き物の。あと可愛いな。カブトムシ。うん、いろいろ、どうやってますけど。ドラゴンだ。あと、どこで一緒に行きましょう。名札を見せて、名札。名札違う、これ名札じゃない、名札。なんだよ、だって、いつも同じ色の缶だもん。ほんと？じゃあな、こう虫がいっぱい住んでるんだが、虫だけが里山を使っとるんじゃなくて、人もいろんな使い方をするんじゃ。それをまあ、春説明しとくれ。了解です。そのいろんな木や竹も生えてる。竹をその切って、で、いろんなものを燃やす時の、まあ、燃料、薪や、炭にそれをします。ですし、その落ち葉を食べた豚や鶏の糞からも肥料は作ることができます。で、そうやってできた肥料を、里山にある畑に撒いて、美味しい野菜を作る。うん、そういうことが人間はできます。はい。で、今日は、この後みんなで外で集まってもらって、竹を切った後に、竹でお皿とか、ペン立てを作ってもらおうと思っています。じゃあ今日の流れを説明したいと思います。これで最後です。これでさ。80歳、87歳。ああ、そうか。さすがですね、大塚さんはなんと92になられるんですよ。俺90って言った。お元気なんです。本当に長老さんって言ったんでね、お元気なんですよ。で、こちらのですね、小高さんのところから100メートルぐらいお隣なんで、はい、途中ね、田んぼの探検、畑の探検の途中に、大塚さんのところに行って、実は大塚さんですね、現役でいろんな菊を育ててらっしゃる。はい、もしお時間があればですね、そこをですね、探検に行ってね、綺麗な菊がありますので、そこを見させていただこうと思ってます。じゃあ大塚さん、ちょっとこうだけ、はい、はい、今紹介いただきましたの92歳の大塚でございます。ボケの人ですが、よろしくお願いします。はい、じゃあみんな拍手お願いします。はい、じゃあ、はい、じゃあ、では早速、上で竹切りをしたいんですけども、実は里山には神様がいます。その神様の祠がありますので、その祠を大塚さんが、説明してくれますので、皆さん一緒に上に上がっていきましょう。はい、はい、では、お兄さんお姉さんについてきてください。レッツゴー。で、ここ気をつけてね。どっち行こうか、おばちゃん。あ、こっちだ。あ、あれだ。お、見つけたかな。あ、バスケの。あれ？あれ？この辺で。これ。お稲荷様なんですけども、もう一つ、すぐでもないです。ちょっとそこの上の方に、山の神様がいます。こちらの方に、行きますので、ついてきてもらってもいいでしょうか。
だからワクワクするね。ゲストに手入れてスポーツといったときに顔からドッていくの。すいません。こちらにありますので、ご協力お願いいたします。こちらが山の神様です。何運動の人とか、ちょっと足元気をつけてください。急な斜面になっているところもありますので、大丈夫でしょうか。上がってきますね。じゃあこちらで大塚さんに今から山の神様について説明してもらいたいと思います。落とし穴がある。はい、それでは説明いたします。山の神で、これは農家のうちではみんな山持ちの方はみんな山の神様を祀ってございます。それでだいたいうちのところの大きな大木のところにお祭りするのが習慣でございます。それでこれは家内安全ですね。それと豊作を祈って、それとまた山は昔周囲の愛したので山を守る神様でございます。以上でございます。はい、こちらがその山の神様でございます。なんで2つ、なんで2つあるんですかってちゃんと大きく。これは本当は1つなんですけどね、このうちでは2つあるところもございますので2つ祀ってあります。普通のうちでは大体1つでございます。それで聞いてください。山の木を切るときにはこの神様にお祈りをしてから仕事を始めます。以上でございます。はい、じゃあ今日この後竹も切りますので、じゃあ皆さん神様にお祈りしてみましょう。じゃあ竹を切ります。今日一日、よろしくお願いします。じゃあ皆さん、この後もありますので、じゃあ一回降りてお稲荷様の方に行ってみましょう。狐が怒ってる。うわ、何や、変なマークがある。ではまた大塚さんからこちらの先ほどのお稲荷さんの詳しい話をしていただきたいと思います。はい、これがお稲荷さんでございます。どこのうちでも山の神と、お稲荷さんを祀ってございます。でお稲荷さんは農家では収穫の神様でございまして、田んぼやなんかの収穫があった場合にはちょうど今頃に稲荷町をやります。それで油揚げをあげて収穫の神様。油揚げ、はい、はい、お隣の建物は、これは古いお稲荷さん。カエル、あ、カエル、カエルがいるね。カエルね、カエルいた。どこに、ほらこれ。あ、本当だ、元気だね。じゃあみんな順番に少しずつ来てみましょう。はい、じゃあ順番にみんなで切っていきましょう。違う木切りたい。もうちょっと待ってね。はい、じゃあ交代、交代しよう。はい、今度は今交代だよ。みんなこちらの。おー、まいまい、はい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 、はい、うまい、おー、うまいや、うまい。はい、そう、どん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 みんなで協力して切っていきましょう。もっとこっち来て、もっとこっち来て。富山もやる。富山もやる、私一緒にやる。見ちゃって見ちゃって。どうやってやるか見とくない。あ、もう終わった。もう写真撮ってないですよ。早い。めっちゃいいですか。
おい、やめてくれ。そのまま黒だ。やめてくれ、やめてくれ。大地くん、やめてくれ。とってもとってもちっちゃい。おお、すごい、何この枠。何かけてる。よし。あ、アバダキダブラ。ハリーポッター。そう、死の呪文。あ、死の呪文か。死の呪文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 。これ何これ。なんだよ、もう。カレーをでもお鍋でこっちへ持ってきて、あ、ここで本館です。ここで、ここですよ。え、うん、低いよね、あそこは。お皿、何か、何が変わったの？ねえ、ユースケ、他のやつ大丈夫？漏れてないじゃん。持って、向こう持ってきましょう。なんか釣りだ、釣りだ、釣りだ、釣りだの穴開けて、なんか意外と人間の中に。うまいね。これ何やんの？もっと切りたいの。じゃあいいよ、一緒に切りなよ。自分で切ってみよう。じゃあほら、ママが子供たち、はい、はい、はい、手の空いてる子供たち、みんながね、あったかさまになっちゃったの。おいしそうだね。じゃあ奥から、じゃあ奥何も酒が置いてないでしょ、そこから置いてきて。あー、今日ほら自分のほうちゃんとさ、それ持ってる。みんなご飯、はい、はい、はい、全部手伝いなさいよ、みんな。メガネ、メガネ。はい、はい、みんなでお手伝いして。はい、これまだあります。もうない、はい、じゃあ持ってきていただいて、ちょっと間狭いですけど、間入ってください。どうぞどうぞ。もう準備できるようだったらカレーライス持ってきてください。どうぞどうぞ。はい、これ交換する。いただきます。始めますか。はい、わ、はい、かりました。はーい。おい。はい。髪の毛が入ってるけど。はーい。まだよ。フライングなしよ。フライングなし。まだ見ちゃダメだよ。はい。じゃあみんなよく頑張ってお皿とかコップ作ってくれました。じゃあ、手を合わせてください。はい。はい。いただきます。はい。いただきまーす。はい、どうぞどうぞ、いよいよ、はい、食べようよ。お母さんたち、ね、じゃあお母さんたち、自分でお皿持ってきてください。はい、ここで、間間適当に入ってください。はい、すみません。俺、お芋入ってないじゃん。お芋が入ってない。来てもらうつもりだから、PC で動いてもらって、で、俺が電話で指示するから、もし
途中で交代してほしい時間とかになったら、はい、そしたらあの戻ってくるようにして、はい、でここで一回生き物預かります、はい、でその間に、俺とケイスケであの生き物が観察できるように準備しておくんで、であの触らなきゃいけない、うん、生き物触れる機会は一番少ないはずだから、はい、頑張って、うん、入ってんだから大丈夫だよ、そういう問題じゃねえんだよ、入ってどうすんだよ、入ってこいじゃあそういうことで、はい、午後そういう動きでやっていくんで、余ってる人たちは片付けですか、余ってる人そうだね、はい、わかりました、うん、ぐらいですか、了解です、はい、了解です、 OK ですか、じゃあ、今ここにいない上に行ってる人たちにも伝えて A と B でA は最初に田んぼ、はい、で田んぼ今手前、水結構引いてるとこもあるんだけど、水溜まってるとこは溜まってるから、はい、そこと、あとナターシャはね、多分行き方は分かると思うんだけど、あのそこの、このね、家沿い、そう、あぜ道をあの通りながら、そこでも生き物いるから、通りながら行って、で、大塚さんっていう家があるんだけど、一番最初の右左で分かれてるところの左側の家なんだけど、はい、菊の花です。そうそうそう、菊の花を見てもらうから。はいえ、いや、取ってえ、これ身取っちゃっていいですか、うん、全部取っていいよ、はい、はい、受け取って、さすがアグレッシブだねあれ、虫食ってんの、気をつけて、これ切るの、これ切るのかな、結構いろいろいるじゃん。いますよ、カエルだ。うわー。あ、横がいだ。さすが。横がいがいるよ。ほら。ありがとうございます。こっちにもこんな感じ。ください。これも効く？これもなんだろうね、きっと。これも？うん。あ、すごい。そうね、上に蜂がいるんだ。でっかいの。これも効くって、この時期に花咲くんだっけ？本当はこれが3本ないとこれが3本仕立てになる、これが1本仕立て、あれが3本、あれが管物って、この細いのがほら管で、この厚いのがこれ厚物、今今後の口はみんななくなっちゃって、あれだけが残ったから、こういう仕立て、台風で安く引いていたのも、ほら、降りちゃった、この、やられちゃったから。残りがこれだけです。大塚さんはですね、多分、木更津で一番菊作りがうまい人だと思います。いや、わくはないけど、まあ、中で25年やってます。今、だから三中と教科は中の子供がやってます。中学になりゃ、うん、中学生ぐらいじゃないとね、やっぱりなんでこんなでかいんだと思いますね、結構あなたの頭より大きいかもよこれこういうの、これどういうふうにこう見て思います、なんか面白い形、うん、
よく見つけたね、こういう虫ね。この大きさだとタガメ、この大きさだとこういう虫。え、そんなのレアなんですか？こういう虫はレアなんだ。あの農薬撒いちゃうと死んじゃうんです。で、あの田んぼは農薬を撒いてないところだから、この大きさなんです。こういう虫が来てくれた。もう今タガメはもうほとんどいないです。こういう虫はこの辺にはいます。この辺にはいます。でもすごい種類違う、はい、今でも珍しい。出た、うん、よくいっぱい見つけたね。細いと対抗です。あ、これがね、オオカマキリ捕まえた。オオカマキリ移動させちゃえ。こいつね、俺が捕まえたんだよ。移動させちゃって大きいカマキリ。これイナゴだ。そうなんだ。白っぽいか。今から貼るよ。これ今から水が強い。でも、まあ、田んぼには住んでるね。鬼山に噛まれたことあるんですけど。でもう一つのここに1個、これは方向を変えるためだけだから、はい、でここに1個、1、2、3、でここに1個、はい、でこれはあのこういう、あ、はい、なんていうショベルカーのこういう押すやつ、はい、あの台座を回すのが一つ言わせてる、はい、綺麗に見えるんじゃないかな。
誰か持てる人いる？入れてやるか。みんなよく観察すんだよ。そんな現実に戻らないの。ほら、しっかり観察消しゴムで。どうもだね。そうですね。でも名前わかんないとか。うまいですね。それ、もうだよ、もうだよ。あれ、消しゴム？おは、おってかも。ね、消しゴムちゃんとペタペタ、ね、全然読めない。カマキリがいる。オスがせっかく死んで食べられようとしたんだ。オスが食べられるって言うのにまだ食べるか。綺麗なんですよ。こいつ生きてる。え？こいつ、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 すごい人が動いた。いや、なんか食べれなくなって外に話してもらう。うん、面白いな、観察するとな。そう、コオロギ食べ、食べられる。今、クモが食って、死骸で。で、今、クモ食ってる。クモ、誰？クモが、カエルの中に入って。お腹食べてる。あ、ほんと。あー、いや、わかったね。発見だね。カマキリがカエルを、やっつけて、死んじゃった後、その後カエル動かないもんだからコオロギが食べに行った中身をな、柔らかいところをさコオロギが食べて。頭いい、頭いいな、頭いいな。喧嘩するとね死んじゃう場合があるから。そうだよな、死んだ後、そうだよな、その後食べに行くらいいよな、死んだ後な、うん、それは頭いいよ。でもザリガニでもね、うん、ザリガニみたいで、うん、あれ何だはい、これ飛び切り OK。 はい、ありがとうございます。はい、ロケットランチ。じゃあ、最後に終わりの挨拶をしたいと思います。今日、まあ、自分に協力させていただいたんですけども、本当にいろんな方々に助けてもらいながら今日無事終わることができました。本当にご協力ありがとうございました。あと参加してくれた方々も本当に楽しそうにしてくれたので、本当にやってよかったなと思います。次回はもし企画したときにいらしてくれれば嬉しいと思っています。なんか、ミレス先生、なんかありますか？私？いや、もう楽しかった、うん、よし楽しかった、よし楽しかった、またやる。あれ、よしよし、もうその言葉でもう最高ということで、私はこういう場作りを中心に町おこし、町づくりをやっております。それが専門です。ですからこういう場作りだけど、我々学校だけではできません。ですからこうやって地域の人たちと一緒になって、やっていくというのがやっぱり大事かなと思ってやっております。この楽しさを分かっていただければ、またお声かけするとかですね、ご自身でも皆さんどんどん交流していただいて、こういうことをやりたいなというふうに思ってますので、またどっかでお会いしたいなというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。今何かマイクを取れたんですか？
どうぞ先生。こうやって、この中入って。